ツーリングに行くということねしていたんです。交通事故に遭ってしまって、このバイクの音が聞こえてきたんですね。でその音がどんどんね近づいてくるんです、家に。どうも、新ゆかみゆきでございます。今回はですね、島田秀平さんのオンラインサロン超常現象研究会のサロンメンバーであるババ様が提供してくださったお話をさせていただきます。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、今回はですね、島田秀平さんのオンラインサロン超常現象研究会のサロンメンバーであるババ様が友人の旦那さん K さんから聞いたお話をさせていただきます。挨拶に来た友人、その K さんはですね、非常にバイクが好きで、学生時代にバイクの免許を取り、まあ、卒業してからもバイク好き この同級生みんなでね、休日になったら集まって、ツーリングに行くということねしていたんです。もう県内の観光地なんかね、こうみんなでもうほぼね回ったんですけども、まあ、そんなある日なんですけど、この友人の一人がですね、まあ、一人きりでバイクに乗って出かけていた時に交通事故に遭ってしまって、まあ、不幸なことにですね、まあ、そのまま、まあ、帰らぬ人となってしまったんです。まあ、そのことを K さんは電話で知ることになり、バイク好きのこの同級生ね、仲間たちみんなで友人のところにね、家に行って、まあ、手を合わせて、まあ、帰ってきたんですね。で、K さんは一人で、友人のことをね、まあ、考えていたんです。まあ、そしたらですね、まあ、どこからともなく、バイクの音が聞こえてきたんですね。で、耳をそば立てて聞いていると、おい、これ、亡くなった友人のバイクの音だってことに気がつくんです。で、その音がどんどんね、近づいてくるんです、家に。で、と思って聞いてると、家の周りを何周もこのバイクがしてるんですね。でも、K さんの家というのは、その走れるスペースもないんです、バイクが。で、防犯用に、鳴り石をね、敷き詰めているんで、もしバイクが通っていたとしたら、音も鳴るし、まあもちろんね、そのスペースもないんで、もう無理なんですけども、それにしてもバイクの音がね、この何周も何周も回ってるんです。で、まるで宙に浮いたかのように回ってるんですね。で、しばらく聞いていて、もうこれ絶対友人だと思ってね、もう K さんは、こう涙ながらに、聞いていたんです。で、そうこうしてるうちに、このバイクの音がね、消えていったんですね。で、まあそんなことがあったので、翌日ですね、この同級生たち、まあバイク好きの仲間の同級生たちに、もうこういうことがあったんだっていうふうにね、電話をしたんですね。そしたらですね、この同級生、みんなのところに、その音がね、聞こえていたそうなんです。亡くなった友人がみんなのところにバイクに乗って挨拶に来ていたそうなんです。どうもありがとうございました。挨拶に来た友人というね、お話で、バイク事故で、まあ、亡くなってしまったんだけども、みんなでね、このバイクに乗って楽しく出かけていたってね、そういった、仲間のことをね、思って、ね、最後になんかバイクに乗ってね、家の周りを、何周もね、走っていってくれたっていうね、さて挨拶に来たってね、なんかいいお話ですね。何にもね、ない時にバイクの音が聞こえてきたとかね、そういったこと関係なしに聞こえてきたら、うわ、怖いなと思うけど、こういった経緯があると、で、しかもこのバイクの音が、その友人のバイクの音だったってことでね、K さんはもう泣きながら聞いていたという
ことなんですね。はい、ということでですね、まあ、僕にね、こんな僕に階段を提供してもいいよとかね、私のこの不思議な話を新横浜さん喋ってとかね、そういったことがねありましたらですね、概要欄に海海ライフのメールアドレスがありますんで、そちらにね送ってください。それか X の新横山ゆうきというねアカウントに DM で送ってください。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、挨拶に来た友人という話をさせていただきました。じゃあねー、またねー、いい夢見てねー。